鳥居山道泉神社は、茨城県日立市にある神社である。縁起式神明町の天、早玉姫井の地神社に否定されており、境内にある優先は、日立国風土器に、三津地区の里の大いとして記述がある。椎谷松からなる境内の泉が、森は、茨城県の史跡に指定されている。祭神は次の一柱。日立二十八社校によれば、 泉川霊玉が身体とされる。天、早玉姫命は危機には登場しない神である。茨城県神社氏によれば、天、早玉姫命は天、七夕姫命の女で、雨の太玉の命の鏡、神天ひと命とも言うとしている。祭り神明の、早玉は、聖戦の美少であり、 多いという優先が深刻化されたものが本祭人と考えられている。日本三大実録では、姫の字がない、天はや玉神について言及があるが、式内社調査報告などでは天、早玉姫命と銅神とみなして良いとしている。創建年代は不詳。主人天皇を49年に久し時刻づくりの船瀬、宿根による創建とする説もあるが、船瀬宿根は、 生武天皇の時代のものであり、後世の創作だと指摘されている。境内の泉が森は、日立国風土器、くじ郡の城にある、三津地区の里の王位に否定され、泉神社は、縁起式神明町に記載されている、天、早玉姫命の地神社に否定される。なお、日立国風土器には泉神社に関する記述はない。日本三大実録によれば、 天早玉神は866年5月27日に、正六以上から十五石田に紹介し、874年12月29日には、十五石田から十五以上に紹介している。縁起式神明帳では、日立区二久寺群に、天、早玉姫の地神社と記載され、勝者に列せられている。明治維新後は、明治六年4月に、 近代社格制度において校舎に列せられた。現存する胸札によれば、1530年に佐竹義厚が社殿を修理し社号を泉大明神に改めたとされる。A63 年には佐竹義明が社殿の吹き替えをし、江戸期には三戸藩の保護下で、関連3年6月26日に造営が行われた。その後、共和年間に社殿を消失し、 文化年間に再建した。1960年に再び社殿を消失し、1961年に仮社殿を建築した。日立多賀郡氏によれば、消失前の社殿は本殿の間口9尺、奥行き8尺、廃殿は表島3尺、奥行き2間3尺であったとされる。本殿境内の敷地は1185坪。 境外所有地は6,655坪。1961年に建てられた社殿は、本殿が鉄筋コンクリート製の流れ作りで、間口1軒2尺、奥行き2軒、廃殿は屋根がトタン吹き入りもや作りで、間口3軒3尺、奥行き3軒である。泉神社の境内一帯は、泉が森と呼ばれ、茨城県の史跡に指定されている。 市や松などの常緑樹から構成される。日立国風土器、九時群の城に三津地区の里の多いとあるのが泉が森とされる。泉が森北東部には、周長約40メートル、最大水深約2メートルの優先がある。この泉は、すり鉢のように池の中心に向かって急に深くなり、大小24の泉穴がある。境内舎は、 下記の通り。三越の所在地茨城県日立市水き町2-22の一交通常番線大亀駅の北東約 1km の場所に鎮座。ありがとうございます。